はい、こんにちは、毎日ダンステレビのダンサー内藤でございます。こちらはお相手をしていただく陽子です。パートナーの陽子先生ですね。では今日のお題はですね、ジルバのね、もう一番最初のジルバの、2番目ぐらいですして、1番目はこのベーシックですので、ね、これの2番目にするね、この皆さん、ちゃんとこの名前は、ね、覚えましたか？英語でね、結構長いので大変ですけど、まあ、Change of Places と言いますね。Change は変わるということですね。まあ、交代するみたいなね。Of、Place というのは場所ですね。Place。Places、複数形になっておりますけどね。前半と後半があるのでね。また略して Place Changing とも言いますね。場所替えというのですね。どういうことかというと、前半はこの女性が向こうに行くだけですから場所を変えておりませんが、後半こういうふうにね、男女が場所を入れ替えるようになるので、で今日お話しするのはその理由ですね。これも今一番に伝わっているんですけどね、まあ慣れればなんてことはないわけですが、ね、当然男性は運転手ですからね、リードをするわけですから、ここの部分もね、リードを今日はね、こう、こう来たら、ね、こういうふうにまず手を上げます。これ当然手を上げないと、ね、手が引っかかって女性の声聞きませんから当然ですが、上げるのはやっぱり少なかったり、ね、顔がぶつかってしまう、まあ、女性も自分で上げていったりしますよね。でも女性は、そうなるとね、あ、この男性慣れてないとかね、リードうまくないなと思っちゃうので、もうありがとうございましたって帰ってくるの、その、ね、またお願いしますというけど、もう2回目は来ません、その人ね。そういうことになっちゃうので、まずね、フリーディスローの人ね、しかも今日はちょっとスマホのアプリでね撮影しておりますが、いつもはねもっと高級なのを使ってるんですよ。こうやられると、でもこれだけでは、ね、結構不足なんですね。まあ、確かに上げればね、あの慣れてればそういきますが、何が、不足なんでしょう。先生、女性の場合はそうではない。まあ、上げられれば慣れてるから、私ならいきますけど、なんか少し、はい、丁寧にするなら、男性の右手を使って、女性をちょっと押し、そうですね、これがなかなか大変なんですね。なかなかあるじゃないですね。確かにあの約束事ですからね、あげれば行く、ね、でもそのことを言えばですね、別にもうリードなんかなくたってね、女性も勝手にあげて向こう行けばいいわけですから、もう全部のね、ところでリードがなくてもいいということになっちゃいますので、男性は2つ結構ね、大変です。2つするので、1つはフェイク、ここであげると同時に、あげた後ですね、 この右手で背中を押して向こうへお出かけしてくださいっていうのを伝えますね。まあ、言われてみれば当たり前のことなんですけどね。だからあんまり勢い込んでね、順番が違うといけませんからね。上げる前にこうしたらもうなってしまうんですからね。もうちょっとね、頭の脳トレになるわけです。慣れてない人はうまくいきませんもんね。で、だから上げて押して、ね、で帰ってくるときはむしろ簡単ですね。まあ、今日は帰ってくるところはテーマじゃないので、ね、しませんね。すぐ終わっちゃった、ね、もう言うことないね。
相撲を忘れないように。お相撲を忘れないように。でも上げずに押すと、はい、失敗します。はい、上げずに押すと失敗。上げて。でも上げるだけでは女性を気がつかないかもしれません。上げても、はい、言ってくれない。上げても言ってくれない。だから、押してあげる。こんにちは。ダンサー内藤の毎日、なんだっけ、ダンス TV ね、毎日まあダンスもあるけということでね、デイリーダンス、テレビね、いかがでしたでしょうかね、いかがでしょうかね、まあこういうふうにしてですね、あの毎日ね、できればまあ毎日一本ずつね投稿していきたいと思います。これはですね、何かシリーズになってるんではなくてね。もう自由にですね、あのその日の話題をねアップしていくということで、一応星4つでね、あの、ランク付けしまして、星1つが初心者ね、初めての人から初心者、そして星2つがですね、まあ中級者、そして星3つはまあ上級者ですね、そして星4つの内容はあのさらにまあプロフェッショナル的というとね、ちょっと僭越ですけれども、まあ競技選手向けとかですね、そういう上級者向けのね、内容にしたいと思っておりますのでね、そういうのをあの発信していきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。そしてそうですね、私はですね、ダンサー内藤は一応以前の内藤ダンススクールというあのチャンネルでですね、YouTube のチャンネルで、まあ、おかげさまで、4800人ぐらい、ほぼ5000人ね。あのチャンネル登録していただいたもんですが、それは誠にありがとうございました、ね、でもちろんこの内藤ダンススクールのチャンネルもあのまだちゃんとね、生きているわけですけれどもね、あの新しくですねちょっと整理しましてね、見てくださってる方はですね、あのダンサー内藤の非熱血料理道とかね、それからあの私の大好きな能登半島ぶらり一人旅のねものからですね、私は以前お数学の先生であられましたので、自分に敬語を使ってどうする、ね、あの数学のね講座もねやってるんですよ、グラフ書いたりね、自分が好きなものですからね、それからあとですね、ダンサー内藤の英単語サービスで、あまりねイラスト教室とかとごっちゃにねあの入れ込んで詰め込んでしまいましてるのでね、詰め込んでしまいましてる、どこの言葉やみたいなね、なもんですから、ちょっとチャンネルを整理しまして、今後このこういうダンスのね真面目な講座はですね、あんまり真面目でもありませんけど、ダンサー内藤の社交ダンス何だったかなテレビ自分のチャンネルの名前が出てこないっていうのは大変な重症でございますね。それから私は内藤カズミですから、カズリンともね呼ばれておりますので、誰が呼ぶのかというね、クラブのままぐらいじゃないか、そんな呼び方をしてくれるのはっていう感じもしないでもありませんが、カズリンの楽ちんパラダイスというのでね、もう夜不眠で眠れない時の苦しいのとかね、またはありえない効果とかね、学校の歌ですね、こういうのもねちょっとやってるんですよ、愉快なチャンネルでね。あと今考えてるのはね、老人ね、老人っていうのは、まあ、私ね、小国ダンスもやっているのでね、小国ダンスは、認知症対策に効く、まあ、健康ダンスですね。ですから、この老人と書いて、追う、追い人、ね、置いていく人、追い人と書いてね、追い人よ、その名前は追う人だ。夢を追いかける追い人、追い人ってな感じで、ちょっとねそういう歌をね考えてるんですよ。
いろいろね、楽しいことをね、一緒にやっていきたいと思いますね。もうあまり喋るなってんでね、これぐらいにしておきますので、どうかそのチャンネルをね、チャンネル登録よろしくお願いしますね。こういうふうにね、いろいろチャンネルやっておりますのでね、これは内藤ダンススクールはまあ5000人ぐらいね、いるんですけれども、そうじゃないチャンネルはね、まだこのダンサー内藤の社交ダンス、何だったかな、テレビ ね、でこれ僕今やってるのは毎日ダンサーナイトのね、毎日、ダンステレビでしたね。長すぎて覚えられねえっつんだっつう感じですけどもね、それで、そちらの方はまた別枠になっておりますのでね、今とりあえずチャンネル登録ね、登録ね、一人なんですよ。だから、ナイトダンススクールで登録していらっしゃる方はね、別に登録したからって年会費取られるわけではありませんので、ぜひこちらのね、4つぐらいのチャンネルをね、ポン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 と押してくださいね。番組の、右枠のね、右の下のところにね、チャンネル登録の大ボタンがありますからね、よろしくお願い申し上げますことよ。では、この番組ね、どんどんやっていきますから、よろしくお願いします。